翼をたたんだ状態。ヘントの祭壇画、または、神秘の子羊。神秘の子羊の礼拝は、複雑な構成で描かれた非常に大規模な多翼祭壇画。板に、油彩で描かれた初期フランドル破壊画を代表する作品の一つで、ヘントの新とバーフ大聖堂が所蔵している。12枚のパネルで構成されており、そのうち両端の8枚のパネルがた,たんだ時に内装を、 覆い隠すように設計されている。これら8枚のパネルは、表面、裏面ともに絵画が描かれており、翼を開いた時と畳んだ時と、で全く異なった外観となって現れる。ヘントの祭壇画は、日曜日と祝祭日以外の日には、翼が畳まれており、さらに布がかけられていることも多い。ヘントの祭壇画の制作を開始したのは、その生涯も作品も、ほとんど伝わっていない。 グランドルの画家フーベルト・ファンエイクである。フーベルトがヘントの祭壇画のデザインのほとんどを完成させたと考えられているが、フーベルトは制作途中の1426年に死去してしまう。その後、未完だったヘントの祭壇画の大部分を1430年から1432年にかけて完成させたのが、フーベルトの弟である、ヤン・ファンエイクである。ヘントの祭壇画の どの部分がフーベルトが描いた箇所で、どの部分がヤンが描いた箇所なのかを特定しようという試みが何世紀にもわたって続けられているが、いまだに定説となっているものはない。現在最も広く受け入れられている説は、全体のデザインと構成はフーベルト、そして個々のパネルを絵画として完成させたのが、外交官として派遣されていたスペインから帰国してきたヤンだとする説である。 ヘントの祭壇画の制作依頼主で、この祭壇画を教会に寄進したのは、商人、投資家、そして政治家でもあったヨドクス・フィエトで、当時のヘントでは市長に相当するような地位にあった人物である。洗礼者、ヨハネ教会の教会区に、ヨドクスとその妻エリザベト・ボル・ルートが、講演者となって建てる、新しい礼拝同様の祭壇画として、フーベルトに、ヘントの祭壇画の制作を依頼した。 完成したヘントの祭壇画がお披露目されたのは1432年5月6日で、ブルゴーニュコーフィリップ3世品のために開催された公式行事の一環としてだった。ヘントの祭壇画はそのまま予定通りに、ヨドクスが出資した新築の礼拝堂に飾られていたが、後に保安上の理由から、聖堂付属の主礼拝堂へと移設されて、右与曲折があったものの現在もこの主礼拝堂に、 展示されている。ヘントの祭壇画の様式には、国際ゴシックと伝統的なビザンティン美術、ローマ美術からの影響が見られるが、一方で美術の新たな概念が描き出されている。モチーフを理想化して表現する伝統的なそれまでの中世美術ではなく、自然の正確な観察に立脚した写実主義が表現されているのである。オリジナルのフレームに記されていた。 現在は失われてしまっている名文には、被見できる者は誰もいない画家フーベルト・ファン・エイクがこの祭壇画を描き始め、2番目に優れた画家、ヤン・ファン・エイクが1432年に完成させたとあった。オリジナルのフレームは極めて過微なものだったが、宗教改革のさなかに失われてしまっている。このフレームには翼をたたんだり、楽器を奏でることができる、ゼンマイ仕掛けの機能があった。 ヘントの祭壇画の外装に描かれている絵画は3段に分かれている。外装中段に描かれているのは聖母マリアの受胎告知である。外装下段は縦4つに仕切られており、内側部分には単色のグリザ油で表現された彫像のような洗礼者ヨハネと福音記者ヨハネが、外側部分にはヘントの祭壇画の制作依頼主であるヨドクスフィエトと、 妻エリザベト・ボルルートの肖像が描かれている。内装上段には、イエス・キリストを中心として、聖母マリアと洗礼者ヨハネが描かれている。マリアの左隣のパネルには歌う天使たちが、さらにその左隣のパネルにはアダムが描かれている。洗礼者、ヨハネの右隣のパネルには楽器を奏でる天使たちが、さらにその右隣のパネルにはイブが描かれている。 内装下段の中央部分に描かれているのは神の子羊で、その周囲には神の子羊を崇拝するために集った天使、聖人、預言者、聖職者や精霊の化身である鳩などが描かれている。ヘントの祭壇画は、その制作以来、北方ヨーロッパ絵画の最高傑作の一つであり、人類の至宝とみなされてきた。宗教改革時に巻き起こった。 製造破壊運動では、ヘントの祭壇画も破壊されかけたことがある。さらにパネルが祭壇されて、売り払われたり略奪されたこともあった。第一次世界大戦の終結後に、散逸していたヘントの祭壇画のパネルが、元通り、新都バーフ大聖堂に戻された。しかしながら、1934年に、左下部の正式沢キ人のパネルが、盗難に遭い、 2013年現在も行方不明のままとなっている。第二次世界大戦では、ナチスドイツがヘントの祭壇画を略奪し、他の略奪絵画と共に、オーストリアの岩塩港に引徳していた。終戦後の1945年になって、ベルギーに返還されたが、ヘントの祭壇画の顔料、ワニスが大きな損傷を被っており、全体的な修復が施された。 現在のヘントの祭壇画に見られる、まさしき砂漠人は、この修復時に制作された複製画である、外装下段に描かれたヨドクスフィエト、外装下段に描かれたエリザベト・ボルルート、ヨドクスフィエトは裕福な商人で、過去数世代にわたり、ヘントに影響力を持つ名家の出身だった。ヨドクスの父ニコラースは、フランドル博類二世の側近だった人物である。 最晩年のヨドクスは、ヘントの最長老の一人であり、大きな政治力を有していた。ヨドクスは、パメレト・レデベルフの、領主の称号で呼ばれ、ブルゴーニュ・コー・フィリップ三世が、最も信頼する、地方有力者の一人となっていった。1398年頃に、ヨドクスは、裕福な名家出身のエリザベト・ボル・ルートと結婚した。子供に恵まれなかった、この夫妻は教会に、 多額の寄付をし、前代未聞とも言える大規模な祭壇画の制作を依頼した。ヘントの祭壇画を制作させた理由については、諸説あるが、遺産を形あるものとして残したかったためだという説が有力となっている。しかしながら美術史家、ティルヘルガー・ボルシェルトは、自身の社会的地位を今後も安定させるためとし、 ヨドックスのように野心的な政治家にとっては自身の社会的名声を誇示することが重要だったという説を唱えた。そして、ヘントのあらゆる教会や制度の中での最高額とは言えないまでも少なくとも先例者、ヨハネ教会への献金額としては他人を凌駕しようという自己顕示欲だと結論付けている。ヘントは15世紀を通じて繁栄し続けた都市で、 ブルゴーニュ公国からの独立、独歩の寄付を持つ地方有力者が多く存在した。1430年代初頭に経済的苦境に陥ったブルゴーニュ公フィリップ3世がヘントに多額の献金を求めたことがあった。しかしながらヘントの有力者たちの多数派は、これはフィリップ3世からの理不尽な要求であり、経済的にも政治的にも そのような義務はないと突っぱねようとした。このため、ヘントとフィリップ3世との関係は悪化していくことになる。一方で、ヘントの有力者の中には、フィリップ3世の苦境を助けようとする一派もあったため、フィリップ3世を支持しない多数派との間に不協和音が生じ、ヘントの行政が不安定になっていった。1432年には、このような権力闘争の中で、おそらくは、 フィリップ3世に協力しようとした有力者が多数殺害されている。1433年に政変が起こり、その首謀者たちが処刑されたために、ヘントの緊張は最高潮に達した。このような不穏な情勢下でも、ヨドクスはフィリップ3世への忠誠心を保ち続けていた。洗礼者、ヨハネ教会教区参事官というヨドクスの立場は、この教会がヘントで開催される。 ブルゴーニュ公の公式式典の会場としてよく使用されることが大いに関係していた。ヘントの祭壇画が洗礼者、ヨハネ教会に奉献された1432年5月6日は、フィリップ3世と、皇妃、イザベルド・ポルティガルとの間に生まれた講師、シャルルの洗礼が洗礼者、ヨハネ教会で行われた日であり、当時のヨドクスの社会的地位を如実に示していると言える。 ヨドックスは1410年から1420年に渡って、洗礼者、ヨハネ教会の教区参事官に任命されていた。これは、主礼拝堂柱間の改築費用と、新しい礼拝堂の建築費用を寄付したことと、大きな関係がある。完成した礼拝堂は、ヨドックスにちなんだ名前が付けられ、後に、代々のヨドックスの子孫が主催するミサの式場として、使用されることとなった。 このヨドクス一族の新たな礼拝堂に飾るために、異例なまでに大規模で複雑な構成の多翼祭壇画の制作が、フーベルト・ファン・エイクに依頼された。この礼拝堂も、教会本体と同じく先霊者ヨハネに捧げられたものであり、ヘントの祭壇画の主たるモチーフとなっている神の子羊は、先霊者ヨハネとイエス・キリストの伝統的象徴でもあった。 16世紀半ばに制作された、フーベルト・ファン・エークの肖像版画。ヤン・ファン・エークの自画像とも言われるターバンの男の肖像。ヘントの祭壇画の作者がフーベルトとヤンのファン・エーク兄弟であることは、現存する制作以来に関する記録や、リメンのヤン自身の手による署名と制作年度の記述によって確実視されている。フーベルトは、ヘントの祭壇画が、 最終的に完成する6年前に死去してしまい、後を引き継いだ弟ヤンは、兄、フーベルトを痛んでこの作品に関する自身の影響度を最小限に抑えようにしたとも言われている。また、まさしきサバき人のパネルには起乗する10人の人物が描かれているが、このうち3番目と4番目の人物は、ファンエイク兄弟の肖像画ではないかとされている。ラムゼイ・ホーマは、神の子羊のパネルに、 ヤンの様々な作品に残るヤンの本名をもじったザウの名、我に与う限りの初期バージョンが記されていると指摘した。名が記されている箇所は、神の子羊左前面の群衆の後ろに描かれた預言者の頭飾りである。ヘブライ語で記された、この名は、ヤド、フェイ、アレフと読むことができ、すなわちヤンの頭文字、ジェイブに翻訳できるとしている。 19世紀以降の美術師家たちは、ヘントの祭壇画の、どの箇所がほぼ無名な、フーベルトの手によるもので、どの箇所がヨーロッパ中で巨匠の名を欲しいままにした、ヤンの手によるものなのかを論じてきた。ヤンが再評価される、以前の17世紀や18世紀には、フーベルトが死後に残した遺体をヤンが選び出して、現在のヘントの祭壇画として組み上げたのではないかと言われた、こともあった。 ただしこの説は作品中に明らかに異なる作風で描かれている箇所が多く存在するとはいえ全体のデザインは間違いなく統一されているとして19世紀初めに否定されている現在の主流となっているのは全体のデザインとパネルの構成がフーベルと絵画作品としての完成に多大な貢献をしたのがヤンダという説である前したようにヘントの画には 多くの作風の相違が見られるが、間違いなくフーベルトの新作であるとされている。絵画作品は現存していないため、フーベルトの作風を判別することは不可能である。そのため美術師家たちは、知られているヤンの作風から、ヘントの祭壇画から、ヤンの手による箇所と、ヤン以外の画家の手による箇所とを識別しようとしてきた。年輪年代測定から、指示体に使用されている。 板の中は1421年に伐採された木材があることが判明している。切り出した木材の乾燥期間として最低でも10年かかるため、1426年に死去をしたフーベルトが絵画の大部分を手掛けたという可能性は排除することができる。神の子羊に描かれた聖堂。ヤンは優れたミニアチュール作家でもあり、ヘントの祭壇画に見られる詳細表現にはその技量が、 遺憾なく発揮されている。ただし、ヘントの祭壇画には、ヤンの他の作品とは全く異なる点も多い。そして、ヤンの絵画作品としては、このヘントの祭壇画は特定の個人向けではなく、最初から不特定多数の大衆が礼拝に使うことを目的に描かれた、おそらくは唯一の作品である。ファンエイク兄弟は、キリスト教的象徴を表す属性のモチーフを極めて、 慎重に描いている。衣服、宝飾、噴水、周囲の自然物、境界、風景などで、これらはすべて驚くほど詳細に表現されている。風景には、豊かな植物が、ほとんど科学的と言えるほどに正確に描かれている。これらの植物の多くは、ヨーロッパ原産のものではない。キリストの騎士に描かれている、光を反射してきらめく甲冑やバグ。 ヘントの祭壇画における革新的表現手法とされている。ヘントの祭壇画では光の描写が大きな役割を果たしており、この作品における最も重要な革新的技法となっている。複雑に踊る光と繊細な陰影描写は艶のある透明なが肌の表現を可能にした当時の最新技法である油彩技術の革新によっている。描かれている人物たちが 地表に投げかけている斜めの影はごく短い。これについて美術史家ティルフォルガー・ボルシェルトは人々が明るい空間にいることを表現しているだけでなくこの光が人知を超えたものであることを意味しているとしている。また受体告知の外装パネルに描かれている影は画面外からの陽光が礼拝堂内部を照らし出していることを暗示する技法で描かれている。 ヘントの祭壇画におけるさらなる革新的要素は、光の反射や屈折を描き分けたモチーフ表面の質感表現である。キリストの騎士のパネルに描かれている降り注ぐ光を受けてきらめく火中や、神の子羊のパネルに描かれている噴水のさざ波などがその恒例となっている。ただし、ヘントの祭壇画に見られる多くの革新的技法は、突然この作品で現出したわけではない。 長く培われてきた油彩技術や伝統的なネーデルラント南部での祭壇画のデザイン技法が結実した結果であるとも言える。キリスト教をモチーフとした美術作品の極めて多数が16世紀半ばの製造破壊運動によって失われ、ヘントの祭壇画もこの時期に二度破壊されかけている。1566年8月19日と1576年には、 ヘントの祭壇画の破壊を起とするボートから作品を守るために警護兵が派遣されている。このような製造破壊運動についてヘントの歴史家マルクス・ファン・フェネウィックが1566年の夏に起こった出来事を書き残している。その記録によると美術品を燃やす炎が10マイル以上離れた場所からも見ることができたとされている。美術史家スージー・ナッシュはこのような状況下で ヘントの祭壇画が製造破壊運動にほとんど巻き込まれずに損傷を受けなかったことは極めて希少な例であると指摘している。ヘントの祭壇画の翼が開かれてその内装が公開されるのは祝祭日だった。普段人々の目に触れているどちらかというと質素で抑制された雰囲気の外装に比べると内装は華やかな彩りにあふれはるかに複雑な構成となっている。 内装パネルの構成は上下2段に分かれており合計で100人以上の人物像が描かれている。上段は縦1.8メートルほどの7枚のパネルで構成され中央のパネルにイエス・キリスト向かって左隣のパネルに聖母・マリア右隣のパネルに先霊者・ヨハネが描かれている。内装パネルにはこの3人に関係した名文が20文以上記されている。 聖母、マリアの左隣のパネルには歌う天使たち、洗礼者、ヨハネの右隣のパネルには楽器を奏でる天使たちが描かれており、上段両端のパネルには股間を一軸の歯で隠した羅針のアダムとイブが描かれている。下段は連続した広大な風景を描いた5枚のパネルで構成されている。キリストとマリアとヨハネ、歌う天使と演奏する天使。 アダムとイブという組み合わせはあるものの、それぞれのパネルは別個に独立している上段に対し、下段は全体で一つの情景が描かれている。デイシス、編集デイシスの構図で描かれた聖母、マリア、イエス・キリスト、洗礼者、ヨハネ。中央の人物像がイエス・キリストかどうかは異説がある。中央にイエス・キリスト、その左右に 聖母マリアと洗礼者ヨハネを配する伝統的な構図をレーシスと呼び、上段中央の3枚のパネルはこのレーシスの構成となっている。玉座に座した3名の頭上には円高がある。左パネルには聖母、マリア、右パネルには洗礼者ヨハネが描かれているが、中央パネルに描かれているのがキリストなのかどうかは、研究者の間でも意見が分かれている。 生職服を着用していることから玉座のキリストであるとする説、父なる神という説、父と子と精霊が一つになった生産味一体とする説などがある。美術史家エリザベト・ダニンスは中央パネルの人物像が頭部に着用している三連の法冠は強行感だと長年にわたって考えられてきたと主張している。中央パネルの人物は鑑賞者に向かって 恵みを与えるように右手を掲げて正面を向いている。その背景は名文と象徴物で埋め尽くされており、着用するローブあるいはマントの裾部分には、ヨハネの黙白くからの引用文がギリシア語で、レックスレグム・エティ・ドミヌス・ドミネンティアムと記されている。玉座にかけられている禁断には、おそらくキリスト卓敬を暗誘するペリカントブドウが装飾されている。 ベリカンはヒナを育てるときに、自らの血を与えると当時信じられていた鳥であり、キリストの地たる生産用ワインを連想させるブドウとともに、生態の秘跡の象徴となっている。足元に置かれた王冠の左右のステップには2行の名文がある。左側1行目には、ビータサインモルテインキャビット、右側1行目には、ルビンタスサインセニクトゥットインフロウンテ、左側2行目には、 グーディームサインメロレーエーデクストリス。右側2行目にはサキュリータスサインチモレーエーシニストリスとそれぞれ記されている。王冠には下段の神の子羊のパネルとを結ぶ役割が与えられており、おそらくは下段の押し寄せる群衆が神に表する数形の念の象徴となっている。左側のマリアは緑の布で表装されたガードルブックを読んでいるが、 ガードルブックがマリアを象徴するエンブレムとして使用されることはまずない。美術史家オット・オペヒトはこのことについてファンエークはロベルト・カンピンのメロードの祭壇画の受体告知パネルを参考にしたのではないかとしている。マリアの宝冠は花と星で装飾されておりダネンスは花嫁衣装のようだと指摘している。半円状になっているマリアの玉座の背もたれには 彼女は太陽よりも星々よりも美しく輝いている。彼女の輝きは神の光と鏡に照らし出されているという意味の名文が記されている。マリアと同じくヨハネも自身のエンブレムとは無関係な聖書を持つ姿で描かれている。ヘントの祭壇画には合計で18冊の書物が描かれている。ヨハネは自身のエンブレムであるラクダの毛衣の上に緑色のマントを羽織り、 その視線は中央パネルの人物に向けられている。中央の人物と同じように右手を上に掲げながら、神の子羊についてヨハネが語った、最も有名な言葉、ミオ」、神の子羊を口にしている。人物描写には短縮遠近法が使用されている。ヤンはイタリア訪問の経験があり、ルネサンス初期に遠近法を最初に導入した。 イタリア人芸術家であるドナテロやマサッチオの作品を目にしていたと考えられている。しかしながら美術史家スージー・ナッシュはヤンがイタリア人芸術家に先駆けて遠近法を習得しており、ヤンはドナテロやマサッチオの作品がなくとも完璧に絵画を描くことができたとし、遠近法はどちらかに影響を及ぼしたというよりは同時に発生した表現技法だと主張している。 歌い奏でる天使たち、編集、合唱の天使のパネル、総額の天使のパネルマリアとヨハネの隣の天使たちを描いた、大きさ1 6 1トル x 6 9 3トルのパネルはそれぞれ合唱の天使、総額の天使と呼ばれている。左のパネルには、回転式の木星楽譜台の後ろで歌う天使たちが、右のパネルには、 パイプオルガンや弦楽器で伴奏する天使たちが等身大で描かれている。デイシスの隣に歌い奏でる展開の住人を拝するという構図は、展開の情景を描き出す際に非常によく用いられていたものだった。15世紀のネーデルラントでも、礼拝服を身につけた天使たちが、ラテン語で天霊劇を演じるというモチーフは好んで描かれていた。天使は、章の王の従者であり、 中央パネルのキリストあるいは父なる神に付き従っている。これは15世紀初頭の聖人伝ではごくありふれた内容で、ヘントの祭壇画の構成も聖人伝からの影響を受けていると考えられている。ヘントの祭壇画の天使たちには、当時のネーデルラント美術で天使を描写するときによく用いられた天使を特徴づける事物が一切描かれていない。翼を持たない。 顔が理想化されていないなど、当時の作品としては類を見ないほど、独特の表現で天使が描写されている。音楽史家、スタンレー・ブールマンは、ヘントの祭壇画の天使たちの描写が非常に、俗界的だと指摘し、極めて魅力的な自然主義で描かれているため、鑑賞者たちはこの作品が、現代の境界音楽を描写した作品を目にしている、気にさせられるとした。ただし、ブールマンは、 全員を展開に送り返したいというオチをつけている。天使たちが立つ床面はイエスの魚名のモノグラムである。IHS や神の子羊などが染め付けされた前よりか、陶器のタイルが敷き詰められている。合唱の天使のパネルのフレームには神を称える歌と記されており、総額の天使のパネルのフレームには弦楽器とオルガンで彼を称えると記されている。多くの研究者たちが パネルが置かれている位置や記録などから描かれている人物像は天使であるとみなしている。描かれている天使に性別はなく、その死し,しつきの良い丸顔は、上段祭サタンのイブや外装のエリザベット・ボル・ルートといった他のパネルにおける等身大の女性像の写実表現とは対照的である。天使たちが身にまとう赤色や緑色を中心とした豪奢な綾やには、 祭壇の前で行われるミサなどの天礼を連想させ、綾やにの織柄のザクロは、神の子の母たる聖母マリアに関連付けられる。合唱の天使。舌や葉の位置までもが精密に描かれ、コーラスのどのパートを担当しているのか判断できると言われる。合唱の天使には、譜面台を前に神を叩いて歌う、金髪にティアラをつけた八人の天使が描かれている。楽譜が置かれている。 不面台に目を向けている天使はおらず、それぞれ全く別の方向に顔を向けている。ファンエークは他のパネルに描かれている人物像の多くと同様に生命感と動きを表現するために口を開けた表情で天使たちを描いた。ボルシェルとは多彩に描き分けられた口を開けた天使について、それぞれの天使が多声音楽のどのパートを担当しているのかをその表情から、 見極めたくなってしまう。天使たちの舌や歯の位置まで精密に描き分けられているとしている。美術史家エリザベト・ダニンスは誰がソプラノで、誰がアルトで、誰がテナーで、誰がバスカは一目瞭然と主張している。多くの学者が歌う天使たちの外貌について研究してきた。肉付きの良い輪郭、波打つ長い髪などは共通だが、天使の顔はファンエークが 意図的にそれぞれの天使ごとに特徴を描き分けている。四人の天使は眉毛を寄せており、うち三人は何かを見つめているかのように目も細めている。同様の表情をした人物像が神の子羊の十二使徒にも描かれている。オットー・オペヒトはヤンが他の作品に描いた人物像に比べて天使たちの描写があまりにかけ離れていることから、天使たちの表情にはフーベルとの 元々のデザインが色濃く残っているのではないかと推測している。総額の天使。光の反射が描き出されたパイプオルガンの金属部分。総額の天使のパネルでは、全身像が描かれているのはパイプオルガンを弾く天使ただ一人である。多くの天使たちが楽器を演奏していると考えられているが、実際に画面に描かれているのは他には4人だけで。 狭い場所に身を寄せ合うように表現されている。オルガン以外の楽器を担当する天使は小さなハープやビオラを手にしている。楽器も非常に精緻に描かれており、特に聖、カエキリアが弾く、オルガン金属部分の光の反射など極めて正確に描写されている。還元楽法が発展し始めたトレチェントの時代まで音楽を演奏する天使は翼を持ち。 弦楽器か管楽器を手にして、成人や神の周囲に浮かんでいるという構図で、絵画作品に描かれることがほとんどだった。1400年代初めに制作された、フランスの装飾写本には、テキストに添えられた挿絵の枠外に、浮かんでいる天使が描かれているものが多い。しかしながらペヒトは、これらの天使について、浮かびながら歌い奏でる役割は与えられておらず、天使が演奏し始めたのは、 演奏技術が発達し、教会音楽で理想とされたあらゆる約束時がうまく、調和するようになって、からのことだと指摘している。アダムとイブ、編集、アダムのパネル。上部に描かれているのは神に供物を捧げるアベルと、カイン。イブのパネル。上部に描かれているのはアベルを殺害するカイン。左右両端のパネルには、石造りの壁画に立つ羅針のアダムと、 イブがほぼ等身大で描かれている。初期フランドル派の写実主義で描かれた最初のラタイ像であり、ルネサンス初期のイタリア人画家、マサッチオが1425年頃にフィレンツェのサンタマリアデルカルミネ、大聖堂ブランカッチ礼拝堂の壁画に描いた革新的な楽園追放とほぼ同時代の作品となる。ヘントの祭壇画のアダムとイブの顔は、 内側の天使たちと霊室の方に向けられている。創世記に記述されているように、二人とも一目を気にして、股間を一軸の歯で隠していることから、知恵の木の果実を食べて打罪した後のアダムとイブである、ことがわかる。イブが掲げた右手に持っている果実は、伝統的に知恵の木の果実の描写に用いられていた、リンゴでなくシトロンのような小さな柑橘類である。 美術史カエル・ビンパノフスキーは特にこの果実に着目し、ヘントの祭壇画に描かれているエンブレムすべてが偽装されている可能性があると指摘した。アダムとイブの視線は伏せられ、絶望しているかのように見える。赤稜感に満ちた両者の描写から、ファンエイクが何を意図して、このような人物像を描いたのかが美術史家たちの興味を引いてきた。現在を人類にもたらしたことを恥じているという説。 下に向けた視線の先に描かれている、現在の世界に失望しているなどといった説がある。着衣で描かれたアダムとイブの複製が、オリジナルの羅針で描かれたパネルと置き換えられていたことがある。ヤンが、ヘントの祭壇画の人物像で実現しようとした、写実表現は、特に、アダムとイブの描写で顕著である。後期ゴシック美術が理想化して描き、国際ゴシック美術が発展させた。 女性表現の恒例と言えるのが15世紀初頭のリンブルク兄弟の作品に見られるラフ像で特にベリー公の糸も豪華なる自童書のアダムとイブが典型例となっているリンブルク兄弟が描いたイブとそれまでの伝統的なラフ像を比較すると広く胸が細く腰が高いそして何よりも下腹部の膨らみが胃の存在を表していると美術史家 ケネス・クラークは指摘している。クラークは、ヘントの祭壇画のイブについて、いかに詳細な写実表現に優れた偉大な画家かということの証明であり、それまでの理想表現の遥か上を行く。丸みを帯びた身体表現のこれ以上ない恒例である。体重を支える右足は陰に隠れている。計算され尽くした体のラインは、胃のあたりで長いカーブを描き、 関節や筋肉に邪魔されることなく滑らかな太ももへと繋がっていると表現している。精密な詳細描写で表現されたアダムとイブの羅心像は幾度も人々の非難を浴びた歴史を持つ。1781年に聖堂を訪れた神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世はこのアダムとイブを見て不機嫌になり祭壇画の構成からこの2枚のパネルを外せと要求したことがある。 また、19世紀の時代感覚では、羅心像が境界内部に存在することは受け入れられなかった。そのため、アダムとイブのパネルは着衣の複製画に一時期置き換えられたことがある。この着衣のアダムとイブは現在でも新とバーフライ聖堂で見ることができる。アダムとイブを主題として描かれた15世紀の絵画作品とヘントの祭壇画のアダムとイブとには大きな違いがある。 ケントの祭壇画のアダムとイブのパネルには当時の作品に伝統的に描かれていた蛇、樹木などエデンの園を思わせるモチーフが一切存在していない。また上段に描かれている他の人物像に比べるとアダムとイブはかなり手前に位置しており、二人の足元は最下部のフレームにほとんど接するような場所に置かれている。さらにアダムの右足つま先は軽く持ち上げられており、 今にも絵画世界から現実世界へと抜け出しそうな印象を与える。イブの腕、肩、尻も画面を構成する石造りの壁画からはみ出しているように見える。これらの技法がそれぞれのパネルに三次元的な奥行きを与えている。このような騙し絵的な印象は翼を開く時に両翼をわずかに内側に向けた場合により大きな効果となって現れる。 アダムのパネルの上には、ウイゴの羊を供物として、神に差し出そうとするアベルと、農場で収穫した作物を神に捧げようとするカインがグリザイユで描かれている。イブのパネルの上には、神がアベルの供物しか受け取らなかったことに憤き通ったカインが、アベルを骨で殴り殺す場面が、同じくグリザイユで描かれている。ファンエークは一見彫刻に見えるような表現でこれらを描くことによって、 作品に深みを与えようとしているのである。内装下段には連続した一つの情景が5枚のパネルにわたって描かれている。中央のパネルには、ヨハネによる福音書に記述がある神の子羊の礼拝が描かれている。下段の各パネルにはこの神の子羊をあがめるために集う人々が描写されている。中央パネルには、 神の子羊の周囲を取り囲むように4つの集団が描かれている。その他の4枚のパネルには、左から、まさしき裁き人、キリストの騎士、陰衆士、巡礼者が描かれている。合計で8つの集団が描写されているが、女性の集団は、中央パネル右上に描かれた集団だけである。それぞれの集団の位置は、旧約聖書、 新約聖書との関係性の深さによって決められており、古い時期に成立した書に記された集団ほど、左側に描かれている。神秘の小羊と礼拝者たち、編集1 3 4 3 c m x 2 3十七。小羊と噴水の周りにはそれぞれ特徴的な5つの集団があり、画面最上部には、精霊の化身である光を放つ鳩が描かれている。木装置は、 樹木や茂みに囲まれ、円形にはエルサレムの戦闘が見える。ダネンズは、中世後期の美術品の中でも、最高の色使いで豊かな風景が描写された、最上の作品としている。1495年に、ルネサンス人文主義者、ヒエロニムスミウンツァーは、ヘントの祭壇画には八福の教えが表現されていると、し、途方もない想像力と能力にあふれた作品で、 単なる絵画ではなく絵画すべての芸術性が詰め込まれていると評価している。多年図は、ヘントの祭壇画と共に祭壇に飾られていた、現存しない、額面画に別の集団が描かれていたと考えている。図像学の観点からすると、初星人の日の天礼時に公開するのにふさわしい、人物たちの集団が描かれた絵画が存在していた、はずだとしている。神秘の子羊、編集。 ヘントの祭壇画の主題である。祭壇上の神秘の子羊。胸から流れ出す血が金の杯を満たしている。祭壇の上に乗せられた子羊の顔は干渉者に生体し、その周りを14名の天使が円形に囲んでいる。子羊が描かれている部分は1822年の火災で損傷し、修復を受けている。しかしながらこの時の修復は完全なものではなく、 中途半端に放置された箇所もあった。放置された箇所で最も目立つのは、小羊の死体があらわになっているところであり、このため現在のヘントの祭壇画の小羊には耳が4つあるように見えている。小羊の胸には傷があり、この傷口から溢れた血が金の逆に流れ込んでいるが、小羊は聖書の記述通りに苦悶の様子を見せていない。 子羊の周りを囲む14名の天使は、鮮やかな色彩に満ちた翼を持ち、棘の冠といった、キリストの受難の象徴物を持つ天使や、航路を振っている天使もいる。子羊が乗せられた祭壇の前飾りの上部には、ヨハネによる福音書からの、ミよ、世の罪を取り除く神の子羊が記されている。全飾りにある2枚の垂れ飾りには、イエスは道である、真理であり、 命であると記されている。中央パネルの主題たる神秘の子羊は画面中継に描かれており、この作品の鑑賞者は画面前景の集団越しに神秘の子羊を見るという構図になっている。生命の泉を象徴する噴水、中継に描かれた祭壇と同じくパネル中央の中心線上に描かれている。また、八角形は神の国とキリスト復活の象徴でもある。 コヒツジのすぐ上の低空には精霊の化身である鳩が浮かんでいる。鳩の周囲には白色や黄色の交際が半導心炎上にきらめき、交際の災害臭は背景の雨雲に溶け込んでいる。鳩からは金色の細い光が放射されており、これはコヒツジの頭部の廃光や上段のレーシスのパネルの人物像の炎光と呼応している。 おそらく風景部分の完成後に描かれた鳩が放つ光はこのパネルに描かれているのが自然を超えた聖なる光が降り注ぐ場所であることを示唆している。特に小羊の周りの天使たちに鳩の光が直接当たっている描写によってこの超自然的な雰囲気が強められている。鳩が放つ光はどこにも反射せず影を投げかけてもいない。このことに関して美術師家たちは ヨハネの目視録のとは、日や月がそれを称す必要がない。神の栄光が塔を明るくするという、新しいエルサレムの描写を視覚化したものだと考えている。このパネルに描写されている光は、上段の天使たちのパネルやアダムとイブのパネルに表現されている、自然で方向性を持った光とは対照的である。下段中央パネルには、聖なるものの存在と、 楽園が表現されていることを明確にするために、この光が描かれていると解釈されている。精霊の象徴としてのハトとイエスの象徴としての子羊は、上段パネルの父なる神と同一線上に描かれており、これは父と子と精霊の三位一体を意味している。生命の泉、編集前景中央には、生命の泉を表す噴水と、 噴水機台から流れ出す小川が描かれており、その川底には宝石がきらめいている。円形には詳細に描かれた新しいエルサレムの街並みが見える。ヘントの祭壇画は、それまでの北方絵画作品には見られなかった、詳細な自然主義で描かれており、以前の絵画技法を過去のものとした作品である。植物は小さく描かれているが、植物学的に極めて正確であり、 北方ヨーロッパ原産の植物なのか、地中海地方原産の植物なのかを判別することができる。白真性のある円形の雲や岩の描写も、ファンエークの詳細な自然観察によって得られた表現である。円形には当時実在した境界も描かれており、また山並みの描写には、絵画作品における最初期の空気遠近法が使用されている。しかしながらこのパネルの描写は、 正確な写実主義ではなく、植物のような科学的にも正確な自然物と、精霊の化身やその精霊が放つ光といった、超自然物とが同居している。これら二つの要素が混交して、他に類を見ない、独自の古典的聖書世界を作り上げているのである。噴水の基題には、これは、生命の泉、神の玉座と神の子羊を源とするとあり、生命の泉が、 神の子羊の地から生まれたことを象徴している。噴水塔の上部には天使が中ほどには口から水を吹き出す竜の彫刻がある。生命の泉と血を流す子羊の祭壇はパネルの同じ中心線上に位置し、ヨハネによる福音書に記されているように精霊の存在を証明している。天使に囲まれた子羊の祭壇と同様に生命の泉も 複数の集団の人々に囲まれている。預言者、首都、聖職者、編集生命の泉の右側に配された集団。最前列で三連の冠を被っている三名の人物は、ローマ教皇マルティノス五世、ローマ教皇グレゴリウス十二世、対立教皇アレクサンデル五世である。生命の泉の左右の集団には、聖書の登場人物、異教と、 教会関係者など様々な立場の人々が描かれており、ペヒトは神の子羊の礼拝に集うために人々が列を成していると表現している。左の集団にはキリストの誕生を予言したユダヤ教の予言者が、右の集団には聖職者がそれぞれ含まれている。左側の集団の中でピンクのローブを着用しひざまずいて聖書の写本を開いている人々は、 旧約聖書に記されている目撃者たちである。その背後に立っているのは、異教の哲学者と学者である。世界各地から参集した男性たちで、東洋風の風貌で一風変わった被り物を見に、つけた者も,もいる。月桂樹の花冠を手にした白い装束の男性は、古代ローマの詩人ウェルギリウスとみなされており、このウェルギリウスは、旧聖書の到来を予見したと言われる人物だった。 ウェルギリウスの左手前に位置する男性は、ユダヤの預言者イザヤで、キリストの到来を預言したイザヤ書を象徴する小枝を手にしている。右側の集団でひざまずいているのは、新約聖書に記された十二使徒で、その背後に立っているのはカトリックの聖人たちである。赤い彩服は殉教者を象徴し、ローマ教皇や聖職者ら教会の様々な地位にある人物たちが描かれている。 自身を象徴する石を抱えた石田の刑で殉教した聖ステファノのように誰の肖像なのかが判明している人物像もある。赤い彩服の集団の最前列には、ヘントでも長く紛争の種となった教会大分裂に深く関係する3名のローマ教皇が描かれている。3連の教皇官をかぶったこの3名のローマ教皇たちは、マルティヌス5世、グレゴリウス12世、 そして対立教皇アレクサンデル5世である。ダニエンスは教皇と対立教皇が隣同士に描かれているのは和解の様子を描き出そうとしたためだとしている。殉教者たち編集画面中継の祭壇の左右には聖職者の格好をした男性の殉教者と女性の殉教者の集団が描かれている。男性の集団は左奥の女性の集団は 右奥の森の小道から姿を現したかのように見える。聖書女と呼ばれることもある女性の殉教者たちは多産と子孫繁栄の象徴でもある豊かな草原に集っている。殉教の象徴であるシュロの葉を手にした女性殉教者の中には誰の肖像なのかが特定されている人物像もある。頭に花冠を被った多くの女性殉教者が それぞれを象徴するエンブレムと共に描かれており、最前列には子羊を抱く聖アグネス、塔を抱える聖バルバラ、豪奢な衣装の聖カタリナ、バラの花籠を持つ聖ドロテアが、さらに後列には矢を持つ聖ウルスラが描かれている。左側の男性殉教者も手にシ労を持ち、長財司祭、ローマ教皇、数奇教、僧侶、修道士などが青い聖職服を着用して描かれている。 マサシキサバキ人とキリストの騎士、編集、マサシキサバキ人のパネル。オリジナルのパネルは1934年に盗難にあっており、現在のパネルは複製画である、キリストの騎士のパネル。神秘の子羊の礼拝の左パネルには騎乗する人々が描かれている。これらの人々たちが聖書におけるどのような人物なのかが、それぞれのパネルのフレームの名に記されている。 神秘の子羊の礼拝の左隣のパネルには、キリストの騎士という名が、さらにその左のパネルのには、マサ式捌き人という名がある。他のパネルに描かれた集団とは異なりマサ式、捌き,き人には、聖人がおらず、この理由について、美術師家たちが研究を重ねてきた。様々な説の中で、依頼主のヨドクスフィエトが、ヘントの三時間という地位にあったことを意味するための、 パネルだったという説が有力となっている。まさしき捌き人のパネルには起乗する10名の人物が描かれており、その内手前から3番目と4番目の人物は、フーベルトとヤンの肖像画だとされている。この説の根拠としては、ヤンが1433年に描いた自画像とも言われるターバンの男の肖像と風貌がよく似ていることが挙げられている。そしてこのヤンの肖像画と言われる、 人物像とすぐ近くに描かれている人物の特徴がよく似ていることから、ヤンの兄、フーベルトの肖像画ではないかと言われている。ヘントの祭壇画とターバンの男の肖像はほぼ同じ時期に完成した作品で、ヘントの祭壇画に描かれたヤンと言われる人物像はかなり風貌が若く見えるが、どちらもよく似た被り物を頭に固く巻きつけている。 マサシキサバキ人のパネルのヤント・フーベルトの肖像画と言われる人物像は後世にファンエイク兄弟を描く時の見本となり16世紀の芸術家ドミニクス・ランプソニウスなど多くの芸術家の作品に再利用されているまた描かれているのはファンエイク兄弟ではなく手前から順にブルゴーニュ・コー・フィリップ2世フランドル・ハク・ルイ2世ブルゴーニュ・コー・ジャン1世 ブルゴーニュコーフィリップ三世とする説もある。キリストの騎士のパネルには9名の騎士が描かれている。特に手前で十字記を持つ武装した3名の騎士は、聖マルティヌス、イゲオルギオス、セイ、セバスティアヌスに似せられる。さらに9名の騎士のモデルとして、ダビデ、アレクサンドロス大王、アーサー・オーラ、中世ヨーロッパで遺憲された、9大英雄という説や、 ヨハネの目視録に記された白馬にまたがる天の軍勢とする説などがある。飲酒士と巡礼者、編集、飲酒士のパネル、巡礼者のパネル、神秘の子羊の礼拝のパネルの右には、飲酒士たちと巡礼者たちが描かれている。飲酒士のパネルで、飲酒士たちを率いているのは、キリスト教の最初の飲酒師テーベの聖パウロ、教会博士パドバの聖アントニウス。 修道制度の創始者ヌルシアの聖ベネリクトゥスとされている。飲酒誌のパネルには背景の岩に隠れるようにしてこういう壺を手にしたマグダラの聖マリアとエジプトの聖マリアが救済の象徴として描かれている。巡礼者のパネルに描かれている巡礼者の中で一際大きな巨人は旅人の守護聖人の聖クリストホロスである。クリストホロスのすぐ背後の巡礼者は 三大巡礼地の一つ、サンティアゴでコンポステーラに墓があると信じられていた、聖コ部で自身の象徴である貝をつけた帽子をかぶっている。この二枚のパネルは、一箇所に泊まって瞑想的生活を送る、飲酒士と各地を精力的に旅する巡礼者という、生徒同の宗教活動が対比された構成となっている。中央パネルに比べると左右四枚のパネルは縦に10。 センチメートル程度長く、このことが美術師家たちを数世紀にわたって悩ませてきた。フーベルトの未完の作品群をヤンが完成させて、ヘントの祭壇画として組み上げたためであるという説や、もともと大きかった中央パネルが過去のどこかの時点で切り詰められたという説など、様々な説がある。ただし、切り詰められたという説は、現代の詳細な分析の結果否定されている。 翼を畳んだ時のヘントの祭壇画の大きさは三百七十五センチメートル x 二百六十センチメートルである。翼を畳んだ時に鑑賞者の目に触れる外装の上段には半円形のルネットとなるパネルが四枚あり、それぞれ預言者と尻裏が描かれている。外装中段には受胎告知が描かれ、下段には聖人の彫刻のような人物像とヘントの祭壇画の制作依頼手で、 この祭壇画を教会に寄進したヨドクスフィエトとその妻、エリザベト・ボルルートの肖像画が描かれている。様々なモチーフが彩り豊かに描かれている内装に比べると、外装は簡素で抑制的な描写がなされている。パネルは細かく分割され、特に上段のルネットでは人物像が小さく押し込められている。構成も素朴で少ないモチーフがシンプルに描かれている。ただし、 内装パネルの特徴とも言える人目を引く、作詞的効果はこの外装パネルでも使用されている。特に一見彫刻作品のようなグリザイユで描写された、成人像にこの作詞的効果が顕著で、光の表現もこの外装パネルに深い奥行き感を与えている。ルネット、編集予言者ゼカリアと熊エのシビュラ、予言者ミカとエルトライのシビュラ、外装上部のルネットには、 キリスト誕生の預言者が描かれている。どのパネルにも名文が記された帯や巻物のようなものが浮かんでおり、描かれている人物が誰なのかが各パネルの下部に記されている。サイサタンのルネットには旧約聖書に登場する預言者、ゼカリア、サイウタンのルネットには旧約聖書に登場する預言者ミカが描かれている。ゼカリアのパネルにはゼカリア書のシオンの娘よ、大いに喜べ。 ミオ、あなたの王は、あなたのところに来るという命がある。ミカのパネルには、ミカ所イスラエルを治める者があなたの内から私のために出るという命がある。中央のルネットの左右には、古代のミコたるシビュラが描かれており、左のルネットのフレームには、クマエのシビュラ、右のルネットのフレームには、エルトライのシビュラという名文が記されている。しかしながら、クマエのシビュラの名体には古代ローマの詩人。 ベルギリウスのアエネイスの糸高き神のお心に満たされてそなたは不滅の言葉を口にするというエルトライのシビュラの予言が記されている。そしてエルトライのシビュラの名体にはセイアウグスティノスの神の国の糸、ケタカキオが降臨されて地を裁くために肉の中に現存するというクマエのシビュラの予言が記されている。 つまりフレームに記された人物と、名体に記された予言を語った人物とが相反しているということになる。フレームに記されている人物名が制作当時のものなのか、後世になってから他者によって書き足されたものなのかが分かっていないこともあって、この矛盾については判断することができない。本校ではフレームの名に従って中央ルネットの左が 熊井のシビュラ右がエルトライのシビュラとしている。ゼカリアとミカは背後の帯に記された自身の予言の成就が受胎告知で果たされることを見届けるために画面の元へ視線を落としている。白色の衣服を着用した熊井のシビュラは空を見つめており、毛皮の袖飾りがついた緑色の衣服を着用したエルトライのシビュラはマリアへ目を向け、 受胎するマリアの心情を理解するかのように片手を、子宮の一致に置いている。美術史家、フォルカー・ヘルツナーは20世紀半ばに、このエリトライのシュビュラとヤンが使えていたブルゴーニューコ、フィリップ3世の皇妃、イザベルド・ポルトゥガルとの風貌の類似性を指摘した。特にヤンが1428年から1429年にかけて描いた、イザベルド・ポルトゥガルの肖像とよく似ているとしている。 ヘルツナーは、シビューラのパネルの帯に記されている名文には二重の意味が隠されており、キリスト到来の予言だけではなく、フィリップ三世の長男アントニーが幼少期を無事に過ごすことを願う意味も込められていたとしている。このヘルツナーの説を否定する美術師アもおり、当時は幼児死亡率が極めて高く、悲運につながりかねないような願囲は、出生後ではなく出生前の歓喜の意として、 使われるのが普通だったと指摘している。受胎告知、編集4枚のパネルに描かれた受胎告知。外装中段には受胎告知が描かれており、キリストの受胎を伝える大天使ガブリエルが画面左に聖母マリアが画面右に配されている。二人とも白色のローブに身を包み、同じ部屋の両端に立っている。室内の大きさと比較すると、ガブリエルもマリアもかなり不釣り合いな。 大きさに描かれている。これは国際ゴシック美術様式とビサンティン美術様式の伝統的な表現手法に即したもので、これらの美術様式で描かれたイコンでは、聖人、特に聖母マリアを周囲の事物よりも大きく表現することが多かった。ヘントの祭壇画でこの伝統的表現手法が取られているのは、ガブリエルとマリアが外装下段に描かれている。 ヨドクス夫妻の目の前に現出した展開からの幻影として描かれているためだと考えられている。ファンエークは、教会の聖母誌でも、同様の手法で巨大なマリアを描いている。金髪と多色の翼を持つ大天使、ガブリエルの右手は掲げられ、左手にはユリの花を持っている。ユリは、マリアの純血、諸女性の象徴として、受体告知を描いた。 絵画作品で多用されるモチーフである。ガブリエルの口元から右隣のパネルにかけて恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます NS テクという、ルカによる福音書からの引用がラテン語で記されている。そして、ヤンが1434年から1436年頃に描いた受胎告知と同様にマリアからの答え。 主の端ためを見守りたまえ NI が、天界の神あるいは、精霊の化身である図上の鳩が、直接読めるように、上下逆さまになって、マリアの口元に記されている。ガブリエルとマリアのパネルの間には簡素な部屋が、描かれた2枚の細いパネルがある。左のパネルの開かれた窓から、外の街並みが見え、右のパネルの壁には、壁岸がある。 窓から見える街並みは実際のヘンとの街を描いたものだと考える。美術師屋もいるが、多くの美術師屋は全く架空の街並みが描かれているとしている。このようなほとんど何も描かれていない簡素な空間は、祭壇画としては極めて異例な構成と言える。このため多くの美術師屋は、もともとフーベルトが木としていたパネルの構成に対して、ヤンが、 自身のデザインを適応させよう特進した妥協の産物だったのではないかとしている。ロレンツォ・モナコが描いたフィレンツェのサンタ・トリニタ教会礼拝堂の祭壇がバルトリーニ・サリンベニの受胎告知。ヘントの祭壇が外装上段のルネットに描かれている人物像や受胎告知の構成に影響を与えたと言われている。ペニー・ジョリーはフィリップ3世の命令で1420年代後半に イタリアを訪れたヤンが14世紀に描かれた受胎告知の遺構をフィレンツェで目にし、さらに当時のフィレンツェで描かれていた受胎告知の絵画作品にも親しんだのではないかとしている。これらフィレンツェの受胎告知とヘントの祭壇画の受胎告知には図像学上の共通点が多く見られる。多色使いのガブリエルの翼、上下が逆さまになった文章、光線の表現。 ガブリエルとマリアを隔てる簡素な室内などである。ヤンが、フィレンツェで目にしたであろう。ロレンツォ・モナコが1424年に、フィレンツェのサンタトリニタ教会礼拝堂の祭壇画として描いた、バルトリーニ・サリンベーニの受体告知のように、両者の空間的距離を表現するために、これらの要素が使用されることもあった。モナコの受体告知では、ガブリエルとマリアの間が、 屋内と屋外が描写された二つの狭い空間で隔てられている。屋外の街並みと屋内の手洗い板は、ヘントの祭壇画の受体告知にも描かれているモチーフである。ヘントの祭壇画に描かれた部屋は、中世絵画において、中産階級の家庭内を描いた、最初の屋内描写の一つだが、屋内の家具などの配置や窓越しに見える街並みなどは、15世紀、 当時の絵画作品によく見られる構成である。ボルシェルとは、ヘントの祭壇画の受体告知がありふれた構図と構成で描かれていることによって、画面下部に描かれている制作依頼種と同じ場所に成人が現出していることを15世紀当時の干渉者が理解できたとしている。とはいえ、冷然とした厳格な雰囲気、半円状の窓や石柱の存在など、 この部屋が単なる世俗の家屋内として描かれているわけではない。受体告知に描かれている床面は、ヤンの作品によく見られるタイル張りで、一つの消失点を持つ透視図法で描かれている。受体告知を構成する4枚のパネルの右下隅には、フレームの影がタイル張りの床に表現されている。この技法が画面外の仮想的空間から、光が差し込んでいるような効果をもたらしている。 寄進者、ヨドクスフィエトと洗礼者、ヨハネ。寄進者、エリザベト・ボルルートと、福音記者、ヨハネ。外装下段の4人の人物像は皆壁画の中に描かれている。両端のパネルには、ヘントの祭壇画の制作依頼手で、この祭壇画を、洗礼者、ヨハネ教会に寄進したヨドクスフィエトと、エリザベト・ボルルートの夫妻が描かれている。内側のパネルに彫像であるかのようにぐり在庫で、 描かれているのは、洗礼者星用羽と、福音記者星用羽である。彫像のように表現することによって、この二人の聖人がこの世ならざるものであり、ひざまずいて手を合わせながら、一心に祈りを捧げる、ヨドクス夫妻の前に現出した幻影であることを示唆している。他のパネルの人物像の多くと、同じく下段のパネルに描かれた人物像も右上からの光に照らし出されている。 人物像がかた取る影がこれらのパネルに深みを与える、写実表現となっている。聖人と制作依頼主、編集洗礼者ヨハネも、福音記者ヨハネも、それぞれの名前が刻まれた石の台座の上に立っている。祭司、ザカリアの息子の洗礼者ヨハネは、左腕に子羊を抱えて、ヨドクスの方へと目を向けており、掲げられた右手で子羊を指している。この仕草は、 宣令者ヨハネは唱えた、みよ、神の子羊という文句を意味している。福音記者ヨハネは聖杯を手にしている。これは、杯から毒を飲まされた福音記者ヨハネが何事もなく生還したという伝承に基づくもので、中世美術では福音記者ヨハネにはエンブレムとして杯がよく描かれていた。制作依頼主のヨドクス夫妻は等身大で描かれており、 その体の大きさは成人を超えている。このことは、それぞれの手の大きさを比較するとはっきりとわかる。ヨドクス夫妻は、鮮やかな男色の衣服を身につけており、生命感の希薄な単色の成人たちとは、交代賞となっている。ファンエイクは最新の写実表現で夫妻の姿を描いている。老いに苦しむ二人の姿が、依頼主にこびることのない断固とした筆地で描写されており、 ヨドクスの潤んだ瞳、シワの酔った両手、特等、白くなった髭といった老化現象が詳細に表現されている。両手の膨れた常脈や爪も非常に詳細に描かれている。ヨドクス夫妻の肖像が描かれているパネルは、ヘントの祭壇画で最後に完成したパネルだと考えられており、その完成時期は1431年か1432年初頭とされている。 2012年からの修復作業に先駆けて2009年から行われた文献分析によるヘントの祭壇画の状態の調査。ヘントの祭壇画に最初の大規模な修復が施されたのは1550年のことでランスロット・ブロンリルとヤンファンスコーレルという二人の画家が手がけた。以前ヤンファンスコーレルが実施した粗雑な洗浄作業のために損傷してしまった。 祭壇画部を修復するためだった。この1550年の修復作業は慎重に行われ、この二人の仕事ぶりを賛美した当時の記録が残っている。修復された祭壇画部だったが、16世紀に火災にあい再び大きな損傷を受けた。この時には一旦パネルが分解されて、水災による修復作業が行われた。宗教改革時には、 製造破壊運動から守るために礼拝堂から運び出されて屋根裏部屋に引徳されていたこともある。その後視聴者に移されて200年にわたってそのまま保管されていた。ヘント美術館がヘントの祭壇画のごおか修復計画を開始したのは2012年10月だった。一度に一枚のパネルのみが外されてヘント美術館に修復のために運び込まれており、 残りのパネルはそのまま、新トバーフ大聖堂で公開されている。ヘント美術館での修復作業の様子は、ガラス越しではあるが大衆に公開されている。このヘント美術館による、作業以前に大規模な修復が行われたのは1950年から1951年にかけてのことで、第二次世界大戦のさなかに、ナチスドイッツによって、オーストリアのガムエンコーに引得されていたことに、 起因する損傷の修復だった。この修復時には当時最新の赤外線による科学的精査が実施されている。シントワーフ大聖堂に展示されているヘントの祭壇画。2012年現在、ヘントの祭壇画の保管場所は数世紀の間に幾度か変わっている。美術史やノア・チャーニーはヘントの祭壇画が世界中の誰もが手に入れたいと強く願う美術品で、 あり、最初の公開以来13回にわたって何らかの被害に遭い、7回にわたって盗まれた作品であるとしている。フランス革命の後ナポレオン一世がフランス行為につき戦利品と称してヨーロッパ諸国から多くの美術品を略奪した。ヘントの祭壇画もフランス軍に略奪された絵画作品の一つでパリへと持ち込まれてルーブル美術館で公開されていた。 ヘントの祭壇画がヘントに返還されたのは1815年のワーテルローの戦いでフランス軍が致命的な敗北を起死してからのことだった。返還された1815年にはアダムとイブ以外の翼のパネルがヘント司教によって240リーブルの借金の抵に当に充てられた。結局ヘント司教はこれらのパネルを回収することができず1816年にニウェンホイスの 商人によって、イングランド人美術品収集家、エドワード・ソリーに4000リーブルで売却された。ソリーがさらなる転売先を探している、真中、パネルは、数ヶ月間ロンドンに保管されていた。ソリーの転売は難航していたが、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム3世が、当時としては、かなりの高額である1万6000リーブルで、ソリーのパネルを購入し、これ以降数十年にわたって、 ベルリンの絵画館に展示されていた。ヘントに残されていたパネルは1822年に火災にあい、外されていたアダムとイブのパネルはブリュッセルの美術館へと送られている。第一次世界大戦時に大聖堂に残されていたパネルがドイツ軍に略奪されたが、1919年に締結されたベルサイユ条約で略奪されていたすべてのパネルが返還されている。 そして1920年には売却されてドイツへ流出していた翼のパネルもヘントへ返還され、ほぼ100年ぶりにすべてのパネルがヘントへと戻ることになった。しかしながら1934年にまさしき裁き人のパネルが盗まれた。ドイツ人たちはパネルが失われたことを激しく憤り、折しも第二次世界大戦の勃発によって1940年頃から再び、 ドイツとの関係が再び緊張し始めた。このため、ベルギー政府は万が一に備えて、ヘントの祭壇画をバチカンに預けることを決定した。ベルギーからバチカンへの移送途中のヘントの祭壇画だったが、フランスを通過していった時に、イタリアがドイツ側の数軸国として参戦することを宣言した。ヘントの祭壇画は、フランス南西部のポーの美術館に一時保管されることとなり、 フランス、ベルギー、ドイツそれぞれの軍代表者がヘントの祭壇画を他の場所に移動する場合には三国間の合意を必要とするという協定にサインした。しかしながら1941年にナチスドイツ総統アドルフ・ヒトラーがヘントの祭壇画を押を命じバイエルンのノイッシュバンシュタイン城に持ち込ませた。この時ベルギーとフランスの現地当局者は ヘントの祭壇画の欧州に激しく抗議しており、同じく欧州の命令に同意しなかった、ドイツ側の責任者が後に解任されている。その後ドイツの戦況が悪化し、連合国の空軍による空襲が開始されたため、ヘントの祭壇画は、ノイシュバンシュタイン城から、オーストリアのアルタウス製へと運ばれ、他の多くの美術品と共に、当地の岩塩校に引匿された。第二次世界大戦終結後に、 アメリカ軍がヘントの祭壇画を発見し、ベルギー王家主催でブリュッセル王宮にて開催された式典でベルギーへと返還された。返還されたパネルはこの時王宮で報道陣に公開されている。また、この式典にフランス人は招待されなかった。第二次世界大戦時にフランスの実権を握っていたビシー政権がヘントの祭壇画のドイツへの移送を承認したためだった。 ありがとうございます。